隠れクマの実のヒレ背びれは魚、クジラ、イルカなどの水生動物の配側についているヒレである。背びれの主な機能は回転を防止して水中での運動を安定させることと急激な方向転換の際の手助けをすることである。中には敵から自分の身を守るために鋭利な棘状の背びれや毒を持った背びれを発達させた種類もいる。多くのナマズは背びれを伸ばして 捕食者の気を削ぐのに用いる。背びれの形や大きさは様々である。一般の魚類の背びれは、ヒレ状に支えられた膜状の構造である。その基部は、神経管棘によって支えられている。多くの魚の背びれは1枚、ないし2枚である。サケマス類や、ナマズ類、カラシン類には、通常の背びれの後方、微速にヒレ状を持たないヒレがあり、このヒレをラビレと呼ぶ。 油びれがなく、背びれが一枚だけの種類や、二つの背びれを持つ種類、尾びれとつながった、長い背びれを持つ種類や、背びれを持たない種類など、分類群によっていろいろある。早く泳ぐ魚の場合、全身や尾びれがよく使われ、背びれは、方向制御や姿勢の安定等の働きを担うが、ゆっくりと泳ぐ魚の場合、背びれを動かすことで推進力を、ある程度得る場合もある。 特に、フグ、カワハギ、タツノオトシゴなどは、背びれと胸びれを波打たせるように使い、これによって推進力を得ている。このほか、配偶行動として、体を広げ、色や模様を示す行動をとるものでは、背びれは重要な役割を担っていることが多い。そのような魚類では、オスの背びれが大きく発達し、特有な模様を持っていることが多い。このほか、極めて特殊なものとしては、 アンコールの背びれが捕食のためのおとりとなっている例がある。シャチの背びれオスのシャチは体長に対して非常に長い1.8メートルもの背びれを有する。飼育下にある多くのシャチの背びれは損傷してしまうことが知られているが、これはおそらく運動不足によって筋肉が衰えるからだろうと考えられている。他の多くのクジラやイルカの背びれは比較的小さい。例えば、 北極クジラには背びれがないが、これは北極海という氷の海を泳ぐのに適応したためだろうと考えられている。クジラやイルカの背びれには個体によって異なる模様や傷がある。野生動物観察学者はそれを用いて個体識別を行う。ありがとうございます。